こんばんは。なんかそういえば今日ハロウィンだなと思って、でなんかそう今日はたまたま珍しくこの時間空いてたので配信しようと思って、あでも今日ハロウィンだからなんかやんなきゃかなって思ったんですけど、ちょっと何もしてません、すいません。ないよ仮装だって、もう十分しましたもん。こんばんは。ちょっと今日は昨日 NGT のファーストライブツアーが千秋楽を迎えて、いろいろと告知事があったのでそれについて話そうかなというテンションでございます。こんばんは。こんばんは。昨日は素敵なステージ、こちらこそです。なんかもうその7月から早すぎて、昨日までの期間が記者会見ですね。 そうですね記者会見です。こんばんは。コムリありがとうございます。そうなんだか全然説明が難しいんですけどね。あおちゃん、サダイワタルセクシーだって、そう昨日千秋楽だったので、せどりがねちょっと変わったんですね。あの新潟ブロックっていうのができまして昨日で、それで新潟に関係してる曲をねやらせていただいたんですけど、あの佐渡へ渡るをやったんですよ昨日で。あの佐渡へ渡るって高校生以上だったっけな、なんかね年齢制限あるんですあれで。それでなんか分かるんですけど、前あの研究生公演やった時のアンコールで当時の高校3年生以上のメンバーが佐渡へ渡るをやってて、で高2以下のメンバー大人になる前にはやってたんですよ。だから私の中では佐渡へ渡るをやるっていうのはもうすごい大人のイメージだったの、めちゃめちゃね。そうだったんだけど、なんか昨日気づいたら佐渡やってて佐渡やってて、でもなんかその中学生の時にその大人メンバーが佐渡やってるのなんか横で見て踊ってたから、なんか頭に入っててそう佐渡やったんですけど難しかった。私多分どんなに難しい振りをやるよりもそういう大人っぽい振りやるのが私の中ではハードルがめちゃめちゃ高くて。こんばんは。そうそうそう、ゲストありがとうございます。そういやむずいな、すってか佐渡が一番難しかった私の中で昨日の瀬戸里の中で私はそう佐渡が一番難しかったです。こんばんは。その格好は何のコスプレですか？私のレッスン着です今日は。なんかさツイッターでさ地味なハロウィンみたいなのがあってそれめっちゃ面白いの、ちょっと本当にみんなに調べてほしい。それを見て今日ずっと笑ってた。地味ハロウィン、あ、地味ハロウィンっていうハッシュタグで調べてみて、めっちゃ面白い。こんばんは。いやなんか空き缶パンクと自然渋滞はあのね動いてる量が多いから、そう動いてる量が多いから
そんな難しいんだけど、難しさが違う。小森ありがとうございます。そうなんです。そうで昨日本当に本当に最後だったということでね。あおちゃんの自然渋滞大好き。本当ですか？ありがとうございます。嬉しい。自然渋滞ね、なんか昨日昼夜あったじゃないですか。夜公演の方がね、あの自然渋滞の時って前から扇風機で風を送ってるんですけど、その風が夜公演の時の方が強かった。あと夜公演は多分本当に最後っていうこともあって、技術さんもちょっと意識したのか、もう全体的にそういうステージの黙々とかめっちゃ多かった。こんばんは。あおちゃんの空き缶パンク好きです。ありがとうございます。空き缶もね、もうあのふりすることないのかなとか思っちゃったりするけどね。在庫もう残ってる分出しちゃおうみたいな。こんばんは。測定上手くなってた。本当ですか？でも私昼公演ちょっとあんまりできなかった。こんばんは。ねえ、でもなんか寂しい。なんか来月どこだっけって感じ。会場そういうテンションでいる。来月どこ行くっけって感じ。こんばんは。笹団子は誰が選んだの？あれはマリナさんが一人ずつ選んでくださって、私は笹団子でした。つぐみさん、あ、そう、つぐみさんがね、昨日昼公演で卒業発表されて、なんか私があっと思ったのは、なんか昼公演前に「あお写真撮って」って言われて、つぐみさんのソロショットを撮らせていただいたんですよ。そしたらまさかそれがその卒業発表後に上がる写真だとは思ってなかったんですけど、でもそれお願いされた時に、あ、もしかしてあるのかなって思ったりとかしたりして。でもなんか最近すごいつぐみさんと私仲良くなって、いや前からすごいたくさんお話しさせていただいてたんですけど、最近めちゃめちゃ話すようになったんですよ。なんか特にサマーの時とか一緒にいる時間めちゃめちゃ長かったし、そうだからなんかだからより寂しいけど、絶対遊び行きましょうってめちゃめちゃ言ってます。そうなんかね、つぐみさんと話してるとね、つぐみさんが本当にずっとニコニコしてるからめっちゃ楽しいんですよ。これはきっと青だけじゃないと思うけど。こんばんは。でもなんかびっくりだよね。ファンの方もめちゃめちゃびっくりだと思うけど、それでも12月ですよね。
でも12月って言っても多分すぐ来るんだろうな。でも私はもっともっとつぐみさんと仲良くなって、卒業までにマブダチになって、卒業後もたくさん遊びたいです私は。ね、なんかさ、私つぐみさんと2歳差なんですよ。でもなんかもっと差あるように、もうこれは先輩後輩っていうあれだからなんかもしれないけど、すごいもっと差あるように感じる。なんかわかんないけど、ねえ、だからさ、もあもさ、いっぱい公演したいですよね。こんばんは。でも今月は3回できた。よいちゃん生誕祭は、私は今、私が出てる公演はスモアだけなので、スモアはマストですね、多分。多分というか絶対。こんばんは。つぐここ公園も、つぐここ公園、リノちゃんが嬉しい。そう、リリの最近めちゃめちゃ喋るよく。そう、青さん、青さんドラマ出るんですね、もう絶対可愛いですって言われた。そう、可愛い。こんばんは。そう、リリのリリのね、めっちゃね、そう、農業部に、そう、農業部に入りたいって言ってくれてるの、嬉しい。一緒に田植えしようの、リリの。一緒にさ、あ、そう、ハロプロさんの話をね、リリノとしたの。結構盛り上がった。結構盛り上がった。こんばんは。リリの、こんばんは。そうなんですよ。そう、もう結構3期生とも割と喋るようになって、でもやっぱ一番喋るのリリノかな。あ、でもユキちゃんとも喋る。ユキちゃんとも喋るし、あとね、木本ゆうなちゃんともね、ちょっと喋った。でも同い年多いんだよね今。こんばんは。みんな青さん呼び、みんな青さん呼びなんですよ。なんかもう結構青さん呼びが3期生の中ではめっちゃし、なんか定着してて、青さん、青さん次メイクですって言われる。はいってなる。もうだいぶ慣れた、青は。青さん、青さん、青さんありがとうございます。
ふわさん次メイクです、こんばんは。こんばんは。時娘売り切れて、あ、そうなんですか。そっかそっか。でもあのお米屋さんやるので、NGT が作ったお米が時娘っていうお米がねできたんですけど、それを昨日会場で販売させていただいて、そう、それはすごい嬉しい。でも来月からあの NGT のメンバーが手売りでやる機会もあるので、新潟県内だと思うんですけど、ぜひぜひ。あ、そうそうそう、前やったあのちっちゃいもん商店みたいな感じだと思います。はい、なんかメンバー、どのメンバーが行くかまだ全然決まってないんですけど、ウォーロックさんはね、全店舗ではないかな、その店舗さんのあれもまたあのちゃんと告知すると思うので、手売りだったと思う。でもちゃんメンバーはいます、はい。そう、そんな感じです。でもちょっとどういう感じでやるのかがまだあれなんですけど、11月にはやるので、そうそう、はい、こんばんは。そう、でも青が今日一番喋りたかったのはその8枚目シングルが発売されることの話なんですけどね、はい。こんばんは。青さんはクラクラに、あ、なんかクラクラの曲の後告知されてましたよね、シルエットが。お楽しみですよ、私もわかりません。でもじゃあ、そう、まずは NGT48 の8枚目シングルが発売することが決定して、発売日はまだ告知はされてないんですけど、が決まりまして、そうなんです。そう。でそのなんかでそれでその今回説明いたしますと、あの新潟のテレビ局さんの4曲あるんですけど、その4曲のテレ1曲ずつメンバーが出てドラマをね作っていくっていう企画で、そのドラマの主題曲を8枚目シングルになる。4曲っていうのはあのテレビ局の曲ですね。そうそうです、そうで、その中のなんか 4個お話があるんですけど、その総合したヒロインが本間日向さんで、その各テレビ局さん一人一人の一人一人ヒロインがいて、その中の私は、BSN 新潟放送さん、ろくちゃんかなの、のドラマのヒロインに選んでいただきましたっていうお話です。ちょっとね、
あのまだ本当にあれなんですけど、詳しい話は全然あれなん言えないんですけど言えないんですけど、そうそう、もうねちゃんと読み込んでますよ、今読み込んでるとこで。すごいね、びっくりなんですよ私はもうめちゃめちゃびっくりで、そうオーディション、まあなんか面談みたいな形でそうやらせていただいたんですけど、そうでもズームだったんですよ私、もうズームがすごい苦手でなんかマネージャーさんとかと面談して、それがオンラインだって言われた時もズームかと思って、すごいなんかズームだとその人との距離感を失っちゃうのなんか分かんなくなっちゃって、すっごいなんかいつもの倍以上ドキドキしちゃうんですけど、そうでもすっごいね緊張してたんだけど、そうでもなんか実際にお芝居してしたんですけど、なんかあんまりその演技のお仕事する自体する数が本当になくて、でも私結構加入したての時からお芝居いいなって思ってた気持ちが結構あってあんまり別に言ってたわけじゃないんですけど、だからスタッフさんとかになんかこういう仕事をしたいとかあるのみたいな言われた時に、演技のお仕事してみたいですって言ったりとかしてて、そうなんかそういうお仕事って結構なんだろうなんか自分から行きたいと思って行けるわけでもないじゃないですか、そうだからって思ってたりしてたんだけど、そうだから今回こうやってメンバー全員そういうなんだろうな、あの頑張りたいって思う気持ちが形になるかもしれないって思った時に、演技頑張りたいなって思って、そうでも絶対に選ばれないと思ってて、でもやるだけやってみようって思ってそうやったんですけど、本当にびっくりした、絶対にないと思ってた。でもなんかそのオーディションの時はなんかもう演技なんか緊張しちゃダメだと思って、もう普段通りで行こうって思ってもう私は緊張にめちゃめちゃ弱い人間だから、もうそうもう私はもう何も緊張する要素の何もなくやって、そうありがとうございます。でも結構なんか青の中ではそのオーディション自体が楽しいなって言われたのがこうなんか自分の中で良かったなと思ってて、楽しいなと思って、うん、続きやりたいと思ったけど、あでももう選ばれなかったらこれは続きできないのかと思ってちょっとでも本当にすごいね、あのびっくりしました、もうめちゃめちゃにびっくりした、本当にびっくりした。質問されて、うん、あの台本を事前にもらってそれを読みました。そうでもなんか今までそのさ演技をするお仕事がさまずまずなかったから、なんかマネージャーさんとかスタッフさんも知らないわけ、しかもこんな青だからこんな感じのテンションの人だから私が、だから
ほーちゃん演技するとどうなるのってめっちゃ言われんの。こんばんは。そう、だからいや多分それは絶対にファンの人も思ってるだろうなって思って、でも自分的にも私声が高いからそれが悪目立ちしちゃうように感じてて、ずっとそう、だから大丈夫かな、いいのかなと思ってるんだけど、なんとか今は頑張ってます。そう、カンタータの時とは感覚がなんだろうな、でも私の中でその北条図カンタータをやってた時の青と今の青がなんか自分のことを理解前よりでき始めたっていうか、青は緊張したら何もできなくなるとか、こういう時はこうした方が自分のベストな感じ出せるとか、自分を攻略しきれてはないけど、だからなんかそういうあれが生きてきてるのかなとは感じますけど。こんばんは。まあそれは別になんか今やってるお仕事に関係だけなわけでもないけどね。ちゃんと自分を分かり始めた18歳にして。こんばんは。こういう時にこういうことしたら青はいい感じに動けるねとか。ダンスで変わったね、成長っていうかダンス変わってました。ショールーム見るの久しぶりすぎてあれなんで、画質が私 iPhone14 になったんですよ。だから正解です。いいね、ありがとうございます。それで画質がいい。あ、しかもなんかショールームがちょっと広角っぽいんだよね。なんかでもそれがいいんだけどさ。ひなちゃん役作りに行かなきゃって、なんでしょうね。いやでもこのまま行くつもりですよ。でもちゃんと髪型とかも相談してしました。カンタータといえば、泣いてないです。だってありがとうございます。ママに報告しましたよ。はい、役的には青ちゃんのまんま、私とは全然違う子って思った。まあでも受け取り方は人それぞれかもしれないけど、私は多分違うなって思ったけど、でも感覚は分かる感じはあった気もするけど、難しいなってすごい思う。なんか難しいってめっちゃ思ってる。いやでも本当にお楽しみに、いろいろと告知されていくと思うので、
芝居してみたいって、わりかし初めて聞いたかも。そうですね、なんか私は多分そっち系じゃない、そっち系の、外から見てそっち系ではないと思ってたからずっとでもではないって思ってたけど、ずっと思ってた。なんなら、うん、そう、本当に私はそう結構思ってましたありがとうございます。っていう話でした。嬉しい報告でした。まあでも8枚目シングルもね、1期ドラさん2期で歌えることも決まったので、楽しみに。なんか自分がさ、ああいう形でさ、LED にさ、なんか自分の写真出されるの慣れてなさすぎて、おおってなったおおってなった。一人目でした。かりちゃんも同じこと言ってた。マジひなちゃんも舞台だったり、まなちゃんも、そうですね、すごいなんか嬉しい。なんかその他のメンバーのその個人仕事が決まることが私はすごく嬉しい。ありがとうございます。あいちゃんも個人仕事増えて、でもなんかね、すごいなんか最近結構なんだろうな、そういう MC とかさ、仕切り系を任されることが増えたんですよ。そう。嬉しいんだけどさ、毎回めっちゃ緊張すんだよね。なんか超ドキドキしちゃうめっちゃドキドキしちゃう、仕切りとか MC とか。もうすぐ社会人で、そうなの、来年19歳なんですよ。なんかちょっとさ、19歳らしくなれるかなってめっちゃ思ってる。まあ横にいる村長が絶対できないから回ってこざるを得ない。あのね、その農業部のさ、農業部のやつが一番わかりやすいんだけどそう、なんか今3人じゃない、ヤヒと青とはるかで、そのツアーの時とかやってるんですけど、まあ、はるかはまずそうじゃんで、ヤヒも、まあ、ヤヒもヤヒじゃんってなった時に、青なんだよ絶対に自分でもそう、自分でもそう思うんだけどあれはね、青ないよ。そう、あれは青ない。そう、リリノね、リリノすごいんだよ。リリノめっちゃ喋るの上手だから、私はもうリリノに任せたいいや、私はさ、最近そのさ、3期の話っていうか、そうなんだけど、あの昨日千秋楽で3期生もみんな出演してメンバー全員でやったんですけど、3期と一緒にやる曲も増えたの。あの季節ブロックのマックスとか、
まあ、キッズブロックに限らずそうだけど、なんかさ隣でさ3期生が踊ってるとさ、やばい、あもっと元気にやらなきゃって思うなんか私はすっごい常日頃元気に踊ってる自信はあるんですけど、なんかもうめっちゃ負けん気めっちゃなんか負けたくないってなる。私は絶対もっと3期より元気になる、やるんだって。でマックスとかめっちゃ飛んで頑張ったコーナーで3期生を前に出して、おあおちゃんね、そのなんかみんな前に出なって言いたくなったわさせばリリノがショールーム始めた。リリノリリノと出かけようってずっと話してる。見に行ってくる。ちょ戻ってきてね。そう。でもね、なんかめっちゃわかりやすく先輩らしくは私全なんか全然できない。先輩らしいこと言えない。なんか。すごい多分良くないんだと思うんだけど、そういうのってなんか厳しいこと言えないんだよねなんかきっとそれは私の役割ではないとは思ったりもしちゃうんだけど、そう、なんか悲しくなってきちゃうけど、多分そういうのも大事なんだろうなって思って、こうした方がいいよとか、今こうだよっていうのはね、言ってあげたいなと思って。私は多分ね、喋るのが下手だから、ね、なんかちゃんと伝えたいことをすっごい伝えたいことを上手に伝えるのがめっちゃ下手、人になんか言い過ぎないようにしようと思って包もうと思ったら5倍くらいの大きさで包んじゃって、結局何言ってんだこいつ全然わかんないじゃんみたいな風になっちゃうし、逆にストレートで言おうってなったら私多分ド直球すぎちゃうからそう、同い年の子さ多いからさ、なんか些細なことかもしれないけど、いやでもこれは悪いことじゃないのかな。なんかすごい3期生の子がさ、おはようございますって、すごいなんかもうすごいなんか低くさ挨拶をしてくれるの、おはようございます、お疲れ様です、父さんお疲れ様ですって言って、なんかそういうさ、なんかこういう下から来られるとさ、私もなんかさ、お疲れ様ですってなっちゃうの。なんかこういうのってお疲れ様って言った方がいいのかなと思ったりもするんだけど、でも私にはなんかそれができなくて
だからなんかもう一緒になってお疲れ様です、おはようございますって言っちゃうんだよね。そう。私はもう先輩にも、先輩にほってもちゃんとお疲れ様ですって。今までさ、後輩、学校とかでも後輩とかいたことがないからさ、いや、あるっちゃあるんだけど、そんな別に関わったことないから、だからそのあのね、そう、わかんないの、喋り方がどういうテンションで行くのがいいのかとか探り探り今。だからやっぱりさ、2期の中でも大人面見るとやっぱりみんな部活とかで後輩いたからなのか、すごいよ、なんかめっちゃ上手なの、すごい。疲れしたチース、ピン、私はそういうことは絶対にしません。絶対にしません、そういうことは。別にそう言われても怒らないよ。一緒に乗っちゃう。そうだから今はそう探り探り、これでいいかな、大丈夫かなと思いながらいる。こんばんは。ゲストありがとうございます。そのうち慣れるさ。だね。だね。リーナちゃん、そうそう、リーナはね、そう直接言いに来てくれた。青さんドラマ出るんですか、え、絶対見ます、絶対可愛いですって言われて。かぼちゃありがとうございます。今日さ、あ、でも今日ハロウィンらしいことしたわ。なんでコスプレしないの、すいません、ごめんなさい。あの今日学校行ったんですよ。普通にいつも行ってるんですけど。学校行って英語の授業の時に、今日はあの英語の授業でクラスでみんなでビンゴしました。ハートありがとうございます。本当はあの暗記テストが今日あるよって、なんかすっごい多いんだよね。なんかめっちゃ最近暗記テストばっかで、私なんか学校行くたび英文覚えてる気がするんだけど、あのそう今日は学校でハロウィンなのでビンゴをしました。で先生からお菓子をもらいましたっていう。だから今日はね、楽しい授業だった。楽しい授業だったけど、世界史の時間がめちゃめちゃ眠かった。高校も、え、そうなんですよ、私多分高校あと4ヶ月なんですよ。待って、じゃあ今日11月だとカウントしますね。そうすると
12123なんですよ。だからって私4ヶ月で制服着れなくなるの。まあ、着ようと思えば着れるけど。そう、だからなんか、あと何回制服着れんだろうと思いながら今日もあの制服着てた。11月はねテストあるから頑張らなきゃいけないんだけど。あ、そうそうそう、高校3年生って行かなくていい時間結構あるんですよね。そう、しかもなんか最近学校の子が車の免許の勉強しだしてて、学校で休み時間にで、なんかみんなで問題出し合ってんの。え、これって何みたいな。なんかそっか、青も取れるのかと思って。すごい自分の年齢を18歳ってことをめちゃめちゃ感じる、学校にいると。私はまだ取らないけどね。でも取ったら便利だろうなと思うけど、まだ取らないです。卒業試験まだですよ。まだだから気抜いちゃいけないんです、私。卒業式泣いちゃうかな。いや、泣かないと思う。私中学では泣かなかった。小学校の時はね、泣いたかな。泣いたわ。私校歌で泣いた。小学校の卒業式校歌歌いながら泣いたの、マジあれ本当になんでだろうって感じがする。あ、この校歌もみんなで歌うの最後なんだなって思って。校歌で泣いた。まあめっちゃ覚えてる。でも別にあれなんだよ、なんか校歌っていうか、その小学校の時の子たちはほとんど中学一緒なの、みんなだったから、だったのに泣いた。中学ではね泣かなかった、本当に泣かなかった。私新潟の中学校を卒業したんですけど、本当に泣かなかったです。あとすごい卒業式短かったんだよね。なんか普通卒業式ってなんか2時間ぐらいあるイメージなんだけど、小学校の時とかそうじゃないですか。てか中学の時は私中学早く卒業したすぎてもうたまらなくて、携帯のアプリで卒業式の日付設定してあと何日で卒業できるってずっと見てたっていう、なんと残酷なことしてたんですけど、まあでも実際に今なんかその中学校のお友達とかも SNS 見てくれてたりして、こんばんは。まあでもなんだかんだ楽しかったけどね、中学校も大変だったけど。でも高校はね多分そんなにあれかな、泣かないと思うな。なんかさ、高校ってさ小中に比べてなんかクラスでなんかすることってまずまずないじゃないですか。なんか仲いい子と、もじあのね、もうさすがにさ仲いい子と進路同じになることなんてもうほとんどないしさ、しかももうなんかみんなもう18歳でそれなりに自立してるし、会おうと思えば会えるしみたいな、なんか そこの面で寂しさ、うん、感じないと思うんだけど、あんま泣かないと思います。
制服のボタン、あでも聞くよね、なんか第二ボタンもらう、なんかもらうくださいっていう人みたいな、ないです。私はもらったこともないし、女の子があげることあるのかな、あんま聞かないけど、何もないです。そうそうそう、まあでも卒業式ね、そっか卒業式か。でも最近私高校3年生になってだんだん友達が増えてきてていうか、なんか最近私もう今の高校通って高1からだから、もう普通に2年ちょっと、まあ、うん2年半ぐらいいるじゃないですか。なんか最近ちゃんと知られ始めたんだよねそう、なんかそう、それでなんか最近すごい同じクラスの女の子とかに話しかけられるようになって、話す機会増えたんだけど、そうでもなんかそうだから仲良くなった子は増えてきました。最近友達ができてきた。文化祭はねまだなんですよ。高校で思い残したこと？でも私は卒業するまでに友達と制服でプリクラを撮るっていうのをずっと約束してます、友達とでもいやでもそれは絶対できると思うけど、なんか JK っぽくない？めちゃめちゃ制服でプリはちょっと JK っぽいなって思ってやりたい。こんばんは。あとなんだろうな、やり残したことでしょ。うん。特に。うん、特に。なんだろう、あと何やる？一応体育祭も文化祭も経験をしたからな。体育祭も文化祭も去年はもうコンプリートしたので、帰りにスタバ寄るのをやりましたよ。はい、修学旅行ねあったんですけど行けませんでしたでもそれは多分なんかどっちにしろ、まあ、話なんだけど、普通に多分スケジュール的にも無理そうだなと思ったのもあったし、実際そこら辺の時にコロナになってたっていうこんばんは。だからずっと友達と LINE してた。友達が修学旅行行ってる間に何してんのって言って、今ちょっとコロナなんだよねって LINE してた。こんばんは。でももうテストもね、いや気抜いちゃダメなんですけど、もう私はもう、うん、そう卒業できればいいんです、本当にここをもうそれが今の学校生活の目標。もう赤点取らずに頑張ります、最後の最後まで。私は卒業はねできる、学校に行けばできる、学校に行ってテストもちゃんとやって単位取ればできる。
から大丈夫です。でも結構私はもう本当に勉強しなきゃいけないって時は勉強させてもらってるので大丈夫です。結構ね、9月とかそれこそ10月とか、まあ、10月はそうでもないか、9月とかも結構頑張ってましたよ私。留年アイドルもネタとしてはありかも。ね、学費がもったいない。あ、今日は8時までなのでもうすぐ終わります。そんな感じ。今月もテストがあるので私は頑張ります。宣伝しようと思えばちょっとそれちょっと、うん、大丈夫。学費がもったいない。4年はちょっともったいないな。はい、ということで以上です。今日の配信はなんかちょっとすいません。はいはい、ということでランキングを読みますね。いきます。13位ずんだしずんだシェイク DX さん、デラックスさん、ありがとうございます。12位バイケンさん、ありがとうございます。11位アンカキョウさん、ありがとうございます。10位シロタンさん、ありがとうございます。9位アベッチさん、ありがとうございます。8位 MS さん、ありがとうございます。7位ポンポンさん、ありがとうございます。6位マサさん、ありがとうございます。5位大関さん、ありがとうございます。4位ケンジデスさん、ありがとうございます。3位ジンさん、ありがとうございます。2位おじゅうさん、ありがとうございます。1位よくんさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ということで8枚目シングルが発売されることも発表されまして、皆さんぜひよろしくお願いします。ということでハッピーハロウィンでしたね。皆さんはかぼちゃ食べました？私は食べてないです。夜ご飯はね、食べるんですか？おいってやつ。はい、ということで今日はありがとうございました。本当にハロウィンらしいことしてない。まあいっか。はい。バスセンターで高校生に飴もらいました。そんなことある？そうなの？あ、もうバスセンター行ったら飴もらえたんかな。あ、ビンゴしたわ。学校でビンゴした。今日ハロウィンだから学校でビンゴしました。はい。ということで、今日もありがとうございました。皆さん、たくさん寝てくださいね。はい。明日って何ですか？明日は、明日から11月だよ。みんなどうする？そりゃ寒いよな。なんかさ、そりゃ寒いよな。でもさ、今日さ、新潟18度最高気温あったらしいんだけどさ、私は18度あったと思えないんだよね。はい、てかそれだけすごい独り言みたいになっちゃった。ってことで、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ、ハッピーハロウィーン。またね。ありがとう。